でお前がこんなところにいるんだよ、天気。私が言うのもなんだけど、あなた結構闇側だったじゃん。ああ、誰かと思ったら当時とアルタか。お前らこそなんでこんなところにいるんだよ。特に当時、お前あの野郎の暗殺計画から生き残ったのかよ。ああ、それを言うならお前こそよくもまあ、あの戦場の中殺されなかったな。まあ、いろいろあったんでね。まあいいじゃねえか。互いに闇から抜けた。むしろほとんど死んだあの冥界での戦いで生き残った二人ということで仲良くしようぜ。まあ、俺もあの時の行いに対して人のこと言えないし、別にいいけど。そういうことだ。ちなみに俺は東吾衆、俺の本名だ。俺は柊木かなめ、これが俺の本名だ。私はそのままとだけ言っておくよ。そういやお前確か殺されたことになってなかったか。まさか死んだふりして抜け出したのか。まあ、そういうところ。というか冥界で結構メンバーが死んだって本当なの。ああ、A の離道、B のガユー、C の豪気、G のヤシャマル、I の霊、K の水郎、派遣された9名中、6人死亡、ゆうこと俺とこいつは脱退って感じだ。ちなみに俺は霊と水郎を殺した。マジか、じゃあ暗殺計画の主犯だった奴が大将に負けたのかよ、だせーな。何の話？お前が抜けてすぐの話だ。こっちで世界テロを L のラウダーと、M のダンテの二人がやって。冥界側で N のユユコ筆頭にさっき言った9名とユユコの配下の6名王を使って現実と冥界の両側からテロを起こす計画だったんだ。だが、冥界に派遣されたメンバーには新世界計画ともう一つ命令が言い渡されたんだよ。それが、俺の暗殺。ちなみにこれを指示したのは霊だ。ぶっちゃけあいつのせいでうちは揉めが起きて、計画実行前に死者を多く出す羽目になった。俺もあの戦いの後遺症が今もある。まあ、作詞作に溺れる、陰湿なことはするなって教訓だな。お前はそれでいいのか？お前水郎と仲良かっただろ。そうだな、親友と言ってもいい。だがそんな世界にいたんだから自業自得だ。悪いことして殺されたのなら相手を恨むのはお門違いだ。水郎がお前を殺そうとしていたのは知っている。その上でお前が勝って、水郎が死んだ、なら納得するさ。そういうものなのか。ヤシャマルと豪気の死に関しても同じだ。互いに殺し合いを許容してその結果死んだ。文句を言う筋合いはねえし、ガイアがどうこう言う筋合いもない。それがそいつの人生であり、生き様だったんだからな。強いて言うなら俺の後遺症はヤシャマルのラストスペルによるものだ。あいつが死んだせいで、俺にはあいつの命の重みがそのまま俺の体重に加算されている。そうだったのか。まあ、互いにあの時の死闘がきっかけで光に戻ったんだ。戻った以上今まで馬鹿してきたことを償わねえとな。はは、そうだな。まさかお前とそんな話をする時が来るなんて思いもしなかったよ。それで、アルタはどうだったんだ、この一年。アルタ。あ、ごめん、いろいろ頑張ったよ。私もラウダーとダンテを討伐しようとしたし、半年前には日本全土を巻き込んだ悪神教の主教も倒したし。それならダンテはあの後生きてたんだ。それで俺たちが9のキルケと M のダンテを討伐した。俺はヤシャマルと豪気の3人でダンテを、キルケは衆ならわかると思うが多かっていう冥界でお前と戦ったピンク髪の子たちが倒したんだ。あの女がキルケを倒した。俺が闇から離れてからどうなってんだよ。一体。ということは今の人気連は A から I の下級クラスは壊滅、中級クラスも O と P と Q の3人しか残ってないってことかよ。P も討伐された、残りは2人だけだ。というか、お前なんでダンテを倒したメンバーにヤシャマルと豪気が出てくるんだよ。ヤシャマルは今は6名王で夜桜6名王になっている。豪気は今は地獄の番人だ。戦った場所が豪快って特殊な場所だったから集まれたんだよ。ということはもう人気連は残すところ中級2人と5中、副団長2人、団長だけになったのか。レイヤのことは言わない方がいいよね。そっか、お前らもいい感じに闇に対抗してんだな。なんか見直したぜ。そういえばお前はどうなんだよ。冥界から生き残って何してたんだよ。は、俺は今まで自分がどれだけバカだったか知ったから地球防衛軍の指揮統屋の弟子になったんだよ。はあ、そんな簡単なことじゃないだろ。まあ、最初は俺が闇側出身だと聞いて嫌悪感しか向けられなかったが、誠意をずーっと見せてたら理解してくれてな。それで今の俺は地球防衛軍にエリート合格して出世して統屋の部隊の副隊長になって統屋に恩返しをする。それが今の俺の目標だ。そのためにまずはこの大会だ。ここで成績を残してそれで地球防衛軍の試験を受ける。そうか、いい目標だな。衆こそ見違えた。お前がこっち側に来てくれて心強い。これからは仲間だ。よろしく頼む。ああ、そうだな。後でヤシャマルや豪気にも合わせろ。もう上下関係はないんだ。数少ない理解者同士仲良くしねえとな。そうだな、約束しよう。かなめくん、ちょっといいかな。やっぱりあの時の少年か。東屋さん、よかった。生存者がいたのか。よかった。これはどういう。
お父さんにカナメ君を紹介したら名前を聞いただけで合わせろってうるさくて。当然だ。3年前のスイスの大火災、あれで町の住人が全員ほぼ死亡、数名行方不明だったからな。その行方不明者だった彼が今ここで発見されたんだ。これほど嬉しいことはない。東野さん、覚えてくれてたんですね。ああ、また後で話を聞かせてくれないか。あの時君はどうしてたのかを話せることだけなら。よかったね。でもお父さん今は私の彼氏だから君、じゃなくてカナメ君って呼んであげて。あ、そういえば大岡さんのお父様だったんですね。いやーまさかこんな形で再会するなんて。お父さん、わかってると思うけど彼氏いびりしたら怒るからね。うん、わかっている。だがまだ大岡は未成年だ。それを。でももう二人とも結婚できるからね。お互い同居してるし、一緒に仕事して生活しているんだから。お前もか、お前も婚姻届をかけというのか。お前らまだ17だぞ。さすがせっかちゃん、やることが早い。だってことは早い方がいいでしょ。別にお互い学校が終わって働いてるんだから。ちなみに君の歳はいくつで、学歴はどれくらいかね。歳は19で、学歴は大火災もあったので、高校中退ですね。そうだな、それは仕方ないことだな。むしろお父さんがカナメ君の学費援助してよ。もしかしたら婿養子になって神社ついてくれるかもよ。カナメ君すっごく頭いいから神主関係の学校に入って資格取るとかできると思うし。今の式神社の後継ぎ問題とか結構いいと思うけどな。大岡いいのか？お前今の神社には継ぎたくないって。カナメ君が継いでくれるならいいよ。だって私神主業とか絶対に向いてないもん。なら。だがせめて交際を1年を迎えてから。同居ならもう約1年してるし、付き合ってから結構時間経ってるから大丈夫。それにいいの、このチャンス逃したら後継ぎ消えるよ。もう私とロカちゃんだけでしょ。ロカちゃんも絶対に継ぐ気ないし、お母さんの面倒とか色々見てあげた方がいいと思うけどな。わかった、わかった、認めよう。そしてこの大会が終わったら学費の援助もする、家計のためだ。やった、ありがとね、お父さん。いや、先ほどの話の件と一緒に僕からもお話をさせていただいてもよろしいでしょうか。そうだな、そうさせてもらおう。君の考えも父親として聞いておかなければ。失礼がないようにね、せっかちゃんの時の話ちゃんとお母さんから聞いてるんだから。そう、いつの間に大川はここまでたくましくなったんだ。おい、こっち向きなさいよ。元気そうで何よりだねー。くっそ、こいつら感づいてやがる。二度と顔は見せないさ。やっぱこの青いやつ昔と何も変わってねえ。少年が腐ってやがる。でも元気そうでよかったよ。それにちゃんと罪滅ぼししてるみたいだし。そうね、まだ悪さしてるならあれだけど、もう改心してるなら恥ずかしいことないじゃない。それともまだ私たちには見せれない顔でもしてるのかしら。ち、わかったよ。お前ら二人は俺が改心するきっかけをくれた恩人だからな。いつまでも見せないのは失礼ってもんだしな。そうよ、ちゃんと大岡に感謝するのね。それにしてもお前らもこの1年で結構成長してんじゃねえかよ。結構、そんなレベルに見える。今の私なら無傷であんたをボコボコにする自信はあるけど。私も自分で言うのもなんだけど、以前の円くん程度なら苦戦はしないかな。無用になったじゃねえか。大会で当たったら返り討ちにしてやるよ。俺だってこの1年東野に鍛えてもらったんだからな。楽しみにしておくわ。へ、相変わらず憎たらしいほど息ぴったりだな。おい、ゼッカー、俺たちはもう帰るけどどうする？あ、私も帰る。それじゃあね、大岡、延期、大会で当たるのを楽しみにしてるわ。そうだね、積もる話は大会が終わってから。今はお互い敵同士だよ。わかってるじゃない、大岡のこの1年の成果、しっかり見させてもらうから。それじゃあ、また明日。お前ら喧嘩でもしてんのか。いや、せっかちゃんはいつまでも私の大事な双子のお姉ちゃんだよ。だからこそ、お互い絶対に負けたくないくらい本気なんだよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。